託児所がついた女性専用のトレーニングジムが秋田市にオープンします。ではゲストをご紹介します。ホルツァフィットネススタジオオーナーの吉野達彦さんです。よろしくお願いします。はい、吉野です。よろしくお願いします。お願いします。吉野さん、秋田市ご出身ということなんですが、今、はい、東京に住まれていて、今朝飛行機で、はい、秋田に到着ということなんですが、お帰りなさい。ありがとうございます。寒すぎませんか？いや、だって東京って今10何度とかですよね、まだ気温。そうですね、10度とかですね。寒いです。寒いです、やばいです。あと秋田ラーメン屋増えましたね。そこそう、びっくりするくらい増えてますね。確かにもう美味しいところ増えてます、ラーメンも。やっぱそうですよね、びっくりしました。秋田にはちょこちょこ帰ってこられてるんですか？でも年に1回2回帰ってこれればって感じだったので、はい。今はこの、ね、オープンに向けて、はい、12月の頭にちょっと帰ってきて、あとは来年もゆっくり行こうかなと思います。で、そんな秋田市出身の吉野さんが今回秋田市にジムをオープンしたんですが、吉野さんのプロフィールご紹介いたしましょう。吉野達彦さん、秋田市出身で今37歳です。はい、います。で、東京都内にパーソナルジム3店舗、女性専用フィットネスクラブを4店舗運営されています。中には入会制限中、人気でなかなか入れないというところもあるということなんです。そして2023年来年1月に地元秋田に5店舗目となる女性専用フィットネスクラブをオープンします。はい、ありがとうございます。地元秋田にオープンするというのはどういう思いでしょうか？はい、ゆくゆくは秋田で お仕事したいなっていうのがずっと思ってたんですね、20代の頃から。ただやっぱね、母とかからはやっぱ仕送りだけしてくれれば帰ってこなくていいよみたいな感じで、あっさりしていいですねという感じだったんですけど、今回いろいろタイミングがあって、でいい物件にも巡り合えたので、ぜひセミパーソナルジムっていうのを秋田にやってみたいなっていう感じですね。はい。で、そんなジムのオーナーとして活躍する吉野さんなんですが、はい、実はもう一つ、はい、違う顔があるんです。ちょっとびっくりすると思います。ご覧ください。実は現役のプロレスラー、はい、大日本プロレスに所属する現役プロレスラーなんですよ。はい、大日本プロレスの吉野達彦と言います。すごい。今ちょっと服まとってますけど、これ脱いだらこうなるってことですか？脱いだらそうですね、もうちょっとぽっちゃりしてるけど。いや、ちょっとギャップがすごくないですか？いや、これどっちが吉野さんの？まず下の投げてる方です。下投げてる方、はい。これどういう技なんですか？これアスリートジャーマンスープレックスっていう技なんですけども、この後ろに叩きつける技ですね。叩きつける。はい、そうか。めっちゃいい顔してますね。これどういう瞬間なんですか？相手を持ち上げてこう叩き落とす瞬間ですね。はい、ちょっと驚きですよ、ね。プロレスではどういったキャラで活動されてるんですか？いや、もう僕は結構100キロ超えの選手がすごく多いので、僕は95キロ以下のジュニアっていう枠で試合をして、なんかスピード感たっぷりの試合しながら、もう楽しく明るく試合してます。ちょっと今この感じですか？はい、でもなんかこの勇ましい感じしますけど、お挨拶さんって優しい、すごくちょっと中性的な感じの、柔らかい感じですね。やっぱ女性専用ジムなので、あんまり男子を出さないようにして。あ、はい、本当の普段はどんな感じなんですか？普段でも大体こんな感じですね。やっぱ男の、ね、雰囲気出すのってね、仕事的にやるときはやるけれど、ちょっとプロレスも確かにこうちょっとこう楽しくみたいなパフォーマンスするっていうのがモットーなんですか？はい、楽しく皆さんが楽しめるっていう感じですね。そんな現役プロレスラーの吉野さんがどうしてこうジムを運営されているんでしょうか？はい、やっぱプロレスはやっぱ小学校の時からバラ島体育館とか、はい、秋田テルサとかに出待ちをする小学生だったんですよ。道のくプロレスとかさ、ね、大好きで大好きで、街にポスター貼ってあって、はいはい、そういうのが好きで、大学で学生プロレスに入って、もう好きすぎてそのままプロになっちゃったんですね。はい、やっぱでもやっぱこうね、ベルトも巻いたりとかチャンピオンにもなれたりはしたんですけど、やっぱスターになれなかったんですよね、チャンピオンになれても。はい、なかなか向いてる、好きだけど向いてる仕事かどうかって言ったらまた別で、でもやめれないんですよ、好きすぎて。好きだから、もう大好きでやめれなくて、
困ってるんですけど。でもファンでもありや演者でもあるってことですよね。そういうことですよね。好きなんです。でフィットネスはその中で筋トレ教えてくださいって言っていただける方がいらっしゃって求められてる仕事だったので、うん、やっぱ目の前のお仕事を、ね、一生懸命やってたら自然とテンポが増えてきたっていう感じなんですよ。はい、好きすぎて好きすぎて今二足のわらじで ね、プロレスラーとこうジムのオーナーということなんですが、で1月4日にいよいよオープンするフォルツァ秋田なんですが、ちょっと詳しくこちらのジムについて見ていきましょう、うん、でまずねやっぱり一番気になるのが託児所付き、はい、ということなんですが、これ珍しいと思うんですが、なぜこういった施設つけようと思ったんですか。はい、僕も今3歳の娘がいるんですけども、うん、やっぱりこう生まれた直後って大変ですよね。大変ですよね。想像以上にしんどくて、でやっぱママたちが息抜きできる環境っていうのは、うん、東京もあんまないんですよね、うん、あこちら今ねパパさんとしての姿も、ね、娘ちゃん可愛いです。ありがとうございます。可愛いんです。そうなんですよ。パパとママのお顔半分ずつみたいな、はい、たぬき顔です。お目めくりくりで可愛い、でも可愛いけどやっぱり大変ですよね。やっぱ大変ですね、うん、なのでやっぱそういう環境をちょっと作りたいなっていうので、はい、今回は秋田だったのでちょっとそういうのを、うん、はい、東京では託児所付きではやってないんですよ、はい、なので秋田で託児所付きをしてやってみたいなと思って作りましたね、はい、その託児所の写真をご用意いただいてます。これ実際の秋田のジムの写真なんですが、で、はい、広々とした空間で、はい、これは完全にジムするところと場所分離なんです、はい、同じ建物だけど、はい、部屋ごと違うので、はい、ママはママに自分のトレーニングに集中できるようにしてますね、はい、で具体的にここでどういったことができるかと言いますと、ただただこう預けてもらうだけじゃないんですよね、うん、はい、どういったことが、はい、幼児教育のメソッドを使ってモンテッソーリ教育って今流行り始めているんです。モンテッソーリ聞いたことあります。はい、イタリアの、多いですよね、はい、そうなんですよ。イタリアのマリア・モンテッソーリってお医者さんが作った教育法で100年くらい前から続いていて、藤井聡太さんとか、うんうん、ジェフ・ベゾスさんとか、うん、結構有名な方たちが昔ちっちゃい頃やってたよっていうメソッドなんですよね。僕もまだまだ勉強中なんですけど、うん、はい、うちの妻がそのモンテッソーリ教育講師として活動してまして、手を使うっていうのがなんか特徴なんですかね。そうですね、なんか一方的に教えるじゃなくて、うんうん、見せて興味あることをやってもらうっていう感じですね。つまんだりお水を注いだりとかっていう大人になるためのなんか準備というか、うん、そういうのを一つ一つプログラムで作ってる感じですね、うん、本当に最近モンテッソーリってよく聞くんですよね、うん、その私の子供の藤井聡太君みたいになってほしいみたいな思いで、私もその手先を使うそのモンテッソーリ、うん、おすすめですみたいなおもちゃをね結構買ったりしました。浸透してるんですね。そうなんです、それをいち早く取り入れて、はい、妻がやっぱ子供生まれたのがきっかけで興味を持って、そのまま保育士資格まで取って、そう、はい、もう一度家族のお写真ご覧いただきたいんですが、こちら奥様真田香織さんなんですが、はい、保育士の免許を取って出産を機にね、で真田さんが監修されているモンテッソーリ教師として今東京で、ね、活躍されているんですが、実はこの女性、私、うん、友達なんです。え、そうなんですか。はい、はい、そうなんです。あれ大阪時代2人でグリコのポーズしてますよね。いや、もう親友ぐらいの勢いじゃないか。もうこれね、何かと言いますと、真田さん保育士でもありアナウンサーでもあるんですよ。私NHK 大阪放送局に私が行った時に、うん、真田さんも一緒にこうアナウンサーの仕事をしていて、これ多分なんかね飲みに行った帰りでしょうね、うん、なんか酔っ払って大阪で大阪でご陽気じゃないですか。ご陽気に、ね、ポーズ決めてますね。でそう、真田さん本当にNHK にいた時からめちゃくちゃパワフルな女性なんですよね。仕事に対しても、うん、本当プライベート遊ぶことにもなんか全て全力なんですよね、うん、で出産してママになって、でこう保育士の資格を取って今アナウンサーの仕事も現役でやりながら、モンテッソーリ教育も指導されているということで、はい、これね、吉野さんと一緒ですよね。プロレスラーもしながら、はい、ジム、確かに本田さんもアナウンサーしながらその保育士、はい、モンテッソーリされているということなん で、そんな真田さんが今回監修しているモンテッソーリ教育をこのジムでは教えてもらえる、はい、取り入れているということなんですよね、はい、
まあ、そんな秋田ママがこう通いやすい環境は整ってはいるんですが、やっぱりそれでもジムって続かないんですよね。そうなんですかね。なんだろう、ちょっと一人でやってるとかって思うと挫折しそうなんですけどね。そうですよね。やっぱ半年で7割辞めるんですよ、ジムって。1年で9割辞めるって言われてるので、うん、続かなくてやっぱ普通なんですよね。はい、吉野さんのジムではどうなんですか、こう継続する方。うちは半年で 22% のなんですよ、普通7割なんですけど、うちは 22% くらいの休会率で収まってて、とにかくこう長く続けていただくっていうのが大事かなと思って、うん、そうそう、吉野さんのジムではその続くっていうための工夫がたくさんされていまして、うん、今回3つのその続けやすい理由っていうのをご紹介いただきたいんですが、うんうん、まず1つ目はセミパーソナルジムなので、うん、トレーナーがついてメニューを提案してくれます。だから効果が実感しやすいんですよね。はい、やっぱね、椎名さんもパーソナルとかやられたことあると思うんですけど、はい、やっぱトレーナーが励ましてくれたり、うん、応援してくれる環境って大事ですよ。そうですね。やっぱ自由に使っていいよっていうのもいいと思うんですけど、やっぱトレーナーがついて今日はこのメニューどうですかって提案しながら応援してくれるっていうのがやっぱ大事なのかなと思ってますね。体ってみんな違いますしね、一人一人ね。そうなんですよ ね。腰が痛いってなったら、じゃあこのメニューっていう感じで提案する感じですね。嬉しいですよね。施設 の実際マシンの写真をご用意いただいているんですが、本格的なマシンがいろいろあって、はい、こちら、ね、なかなかこれ自分では使いこなせないですよね。そうなんですよ。ランニングマシンとかを1台しか置いてないんですよ、うんうん、基本的に有酸素運動なしです。もうそれはプライベートでやってください。そうなんですよ、外をお願いします。なぜかというと来てなんか何していいか分からなくて有酸素してやめるって方結構多くて、めっちゃ私それです。そうですよね、分かんないからもう走るしかないんですよね。とりあえずランニングか自転車じゃないですか。でもなんか毎回毎回もうそれでもう飽きちゃうっていうか、じゃあお散歩すればよくね、わざわざお金払って歩かなくていいじゃんって思っちゃったんですけど、うんうん、でとこういうマシンの方がやっぱ使い方分かんないので、うんうん、僕らとの接点が生まれて続けやすくするっていうのなので、やっぱ一人にさせないっていうのが大事だと思うんですよね。ありがたいですね。さあ、そして続けやすい、こう続く理由その2がグループレッスンではない、はい、ということなんですよね。はい、やっぱこう周りの方と同じ動きをしたりとか、うんうん、みんなとグループになって仲良くって結構僕ハードル高くて、秋田の人って人見知りじゃないですか。あ、そうなんですか。あれ違います。まあ、うん、表向きのなんかこう、ね、仲良しもあるでしょうけれども、あ、まあ、基本なんか集中したいなって思いはあります。そうですよね、なんていうかこうトレーニングは、はい、うん、私だけなんか違う動きとかな、あるある、外面ちょっと気にしたりとかは私はしちゃいます。私は、ね、はい、なのでもうお客さん同士をこう仲良くするっていうようなジムではなくて、ご自身のメニューでご自身のトレーニングでコミュニケーションはトレーナーとだけっていう感じにしてる感じですね。それでめっちゃわかります。なんかヨガとかピラティスとか通いたいけど、なんか周りの人うまいのに私ができなかったら恥ずかしいから、一回 YouTube でなんかある程度できるようになってから通おうとしたら、もう YouTube の時点で挫折するんですよね。わかんない、できないってなっちゃって。そうですよね。いや、その人の目を気にしなくていいっていうのも、あの女性専用っていうのもそうじゃないですか、うんうん、なんか私ジムって結構男性の目を気にしちゃうんですよね、うん、誰も私のこと見てないって分かってますよ。分かってるんですけど、なんかジム行くためにちょっとメイクしたり、うんうんうん、髪の毛整えたりして、うん、分かります。そう、どすっぴんでもいいんですけど、なんか自分も許せないし、それ周り知り合いたら嫌だなとか、そう、ジムトレーニングすること以外のなんかこう集中できない理由は結構あるんですよね。なんかもし目の前に吉沢亮みたいなイケメンがいたら、ふわーとかできませんよね。できないかな、モテないとかっていう、そうそう、みたいな、ね、何しにジム行ってんのみたいな、うんうん、あります。出会いね、出会いまでは元、うん、そういうことはない。ないんですよ。ないです、ね、はい、大丈夫ですか。グループレッスンじゃないから、本当自分に集中できる、自分に集中して、なんか本当に着替えなくて もうなんか私服で来て、私服でパッパッパってやって帰ってもいいくらいなので、土足も OK なので、なんで、あ、サンダルとかじゃなくてヒールとかじゃなければいいので、着替えない、僕も着替えるのめんどくさいので、シャワーすらもなくて汗かかなくても大丈夫くらいの感じのライトなジムにしてますね。さあ、そして3つ目の続きやすい理由が料金、お財布に優しいということなんですが、ちょっと、ね、料金プランご覧いただきましょう。
まずですね、デイタイムプランという平日午前10時から午後5時まで月8回利用できるものが13,200円、でフルタイムで16,500円、で月4回プランというのが11,000円なんですよね。これあのセミパーソナルジムではとっても良心的ですよ ね、 そうですね。 どうですか、そう言われますよね。そうですね、パーソナルだとやっぱ1時間7000円とか高いと2万円とかするのが相場なので、うんうん、やっぱ1対1じゃなくてもいいって方の方が多いので、うん、1対3とか1対6にすることによって料金を抑えてる感じですね。何人かに、ま、あ の、 の生徒さんに1人のトレーナーさんがついて、うん、そのそれぞれのメニューをやってくれるけど、はい、実際にやるのは1人ですもんね。あ、そうです、そうです、はい、いいですよね。あの今ね1月4日オープンということで、はい、あの体験レッスンというか体験会も行ってまして、私早速年明けに予約してきました。 ありがとうございます。私ね秋田に8月に来てまだ 3,4 ヶ月しか経ってないのに3キロ太ったんですよ。秋田ちょっと美味しいもの多すぎて困っちゃうんですよ ね。もうどういうトレーニングすればいいとか分かるんですか。あ、立ち方とか見るとどこが硬いかとか分かるので、それでパパッとメニューを作って、はい、伝えた時のやっぱ反応速度とか見て運動神経チェックしながら、なんでやっぱ呼吸止まりやすいとかそういう人には重い重さ渡さないとかなんかいろいろそういうのがあるんですよね。呼吸浅いとか、はい、そういうのも見て判断しながらって感じですね。それめっちゃいいですね。そうだから人によって本当違うんで、持ってる、ね、うんうん、あの筋肉量が少ないとか筋肉あるけどとかなんか硬いとか性格とかも出るのでやっぱり、ね、性格とかも見てくれて、うん、いやありがたいですね。そうなんだ、ね、私あのもういい体になったらちょっと椎名ちゃんで披露したいなと思う。そうですね、どんな姿を。ビキニですよ。ビキニ、ビキニの言い方がさ、ビキニの V がすごくいいですね。ビキニ、ビキニでどうでもいけますか。安原絶対いけると思う。絶対いける。大丈夫だと思います。でもそうです、プロが言ってます。いや、うん、いやなんかいける気がしてきます、はい、大丈夫だと思います。私これですよ、これが日常でずっと応援してくれる人。いけるいけるって言ってくれるんですよね。嬉しい。いや、あの体験会まだまだあの募集してますので、気になる方はぜひ体験行ってみてください。そして現在オープニングキャンペーンも行っています。あの先着50名限定で5500円の入会金が無料になります。で受付方法はインスタグラムでフォルツァ秋田と検索するとお店のアカウントが出ますので、そちらご確認ください。電話受付は083584126、こちら全店共通となっています。あの吉野さんも、ね、インスタグラムされていまして、はい、あの動画でいろいろあのお悩みに答えてますよね、はい、なんか続かないんですけどとか。 そうなんです、ね、あれが、ね、またいいんですよね。このなんか柔らかい雰囲気で教えてもらえるので、うん、癒されるし、最後なんか毎回オチがあってなんか笑っちゃうんですよ。あ、やっぱさすがエンターテイナーですよね、うん、プロレスやってる。そう、楽しませようという気持ちがね、すごく素晴らしい。ではフォルツァ秋田のご案内詳しくご紹介します。こちら女性専用の託児所付きのフィットネススタジオです。オープンは1月4日となります、うん、場所はこちら桜御茶楼からすぐのところにあるんですが、うん、この場所分かりやすいですか。分かりやすいですね、うん、秋田駅東口から車で8分ほどのところとなっています。では吉野さん、最後に秋田の皆さんにメッセージお願いします。はい、運動が苦手な方、運動が嫌いな方向けのジムですので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。お待ちしてます、うん、ありがとうございます。本日のゲストはフォルツァフィットネススタジオオーナーの吉野達彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。吉野さんにはちょっと最後までお付き合いいただきたいと思います、はい。